ドジャース大谷翔平が最高の状態でレギュラーシーズンを折り返した。日本時間26日のホワイトソックス戦は先頭打者団に勝ち越して記事だ。6月の10本塁打はメジャー最多で球団タイ記録の9試合連続打点をマークした。ロバーツ監督は我々がすべきことは彼に最終的な目的ワールドシリーズ制覇を理解させ10月まで万全の状態にさせることだなどと、ポストシーズンを見据えて起用する方針を明かしているからだ。これまでドジャースは8から9月にかけて主力に休養を与えてきたが、今後は投手としてのリハビリも本格化するだけに、大谷は7月に一足早く夏休みを与えられそうだ。今年はピッチャーやってないし、大丈夫だろ。それはいい判断。たまに休みは大切やわ。今日も先頭打者、文句なしの絶好調ですね。自分の得意のところを打ちに行くところが本当に調子がいい。やっぱり6月に調子を上げてきたな。今まで通りやと7月が怖いけど少しは休ませてもいいと思う。大谷さんは休みはなくても大丈夫。メイドインジャパンやしな。スミスを DH で起用するくらないなら、スミスをベンチで休ませてあげればいいよ。大谷が疲れているというならわかるけど、本人は二刀流やってた昨年までに比べ明らかに運動量が少ないと言ってるんだから、休んでも1、2試合くらいでいいのでは？大谷は二刀流のため8月以降疲れからか本塁打失速してんだよな。今年は投手しないしモチベーションも高いから問題ないんじゃないか。なぜ絶好調の大谷を休ませるん？それやったら間抜けすぎ。大谷6月元気すぎじゃん。6月はやはり調子がいいよな。今年はこのまま行くんちゃうか。まだまだシーズンは長いけどさ、今の時点で異次元の数字。なんだかんだ言っても大谷はすごい選手だな。ミスター・ジューンが本領を発揮し始めたな。今年はピッチャーしてないから大丈夫ちゃうか。大谷の場合は今まで7月に落ちたのは疲れとかよりもモチベーションで左右されてた気がする。バッターに集中してるから今年は不調になっても修正がつくんちゃうかな。